はい、皆さんこんにちは。 ATF バスケットボールスクールの山崎です。はい、今見ていただいた通りユーロステップって何回もできたら結構無敵じゃないですかで、ちょっとそれをねやろうかなと思ってて、はい、まあもちろん今のトラベリングですよ。もちろん、はい、ゼロステップが何回あんねんでね、ゼロは何回かけてもゼロだとかね、ゼロという数字はないものだから証明できないとか、まあいろんな説がありますけどでもねダメですからねで、今回やりたいのはハーデン選手がちょっとよくやってるなんかジグザグ歩くやつあるじゃないですか。はい、まあ、あれ何なんだろうなと思ってね、ちょっとね気になって見たんですよ。はい、そしたらね、まあ、こういうことだなっていうのが僕の中でちょっと一つ結論付けられたことがあったんで、ちょっと一つ解説していこうと思います。では行きましょう。はい、でハーデン選手がなんかよくねこうほ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 うってこうなんかやってるじゃないですかあれね、結局どういうことかっていうと、クロスジャブからユーロステップしてるんですよ。はい、クロスジャブをして、だから、まあ、僕はちょっと左手から右手のクロスジャブの方が得意なんで、ちょっとそっちで行きますね。左手から右手でこっちに1回クロスジャブをする。だからこれで今一歩踏んでるわけですよね。で、ここまではドリブル中ですよ。で、ここでキャッチで、キャッチした時に1歩目、キャッチした時に1歩目で、2歩目でユーロっていうことですね。だからこことここがユーロなんですけど、この1個前のステップはクロスジャブなんですね。だからちょっとなんかジグザグ動かれるとわけわからんっていうねこういう状態ですねだから僕が右利きなんでね、できれば多分逆の方が本当はいいんでしょうけど、はい、まあ、でも足どうしても逆になるかなと思いますね。足自体はこうグリコ系の、ね、大阪にボンってあるなんかそういうイメージになりますね、どうしてもやっぱり、はい、どうしても逆になっちゃいますよね。まあ、ただ以前どっかの動画でも紹介しましたけれども、僕結構逆は賛成なんですよ。ディフェンスのこのシールドが半端なくできますよね。わかりますか。こっちだとここがスッカスカになるんでブロックされやすいけど、こういう風にすると、ね、それだけボールの位置がずれますからね。やっぱり15センチ向こうをブロックしようとするとね大変ですよ。ほらわかりますか、この絵で見てもわかりますか。15センチ向こうってね、僕が今到達しているこの画面の一番上あるじゃないですか。こっから15センチ向こうにするとだいぶ下がってますよね。はい、わかりますか。だから15センチの幅って本当強いんですよ。だからこれがこうなるっていうことは実際30センチぐらい動いてますね。だからそうなるとね、やっぱブロックできないです。だからまあこれ自体は使えるのかなと思って一応紹介しておきますね。はい、面白いですよねこれ、アイデアとしては。だから今までで言うと1歩目のクロスジャブの、このクロスジャブの1歩目をめっちゃ速くして、でここでユーロっていう振り、だからこの2歩目は少しゆっくりの方がいいのかなって。でその後もう1歩、ここの2歩目でね、狙ってくるんですよ、チャージング取ったりだとか。はい、だからそこの2歩目をゆっくりしてチャージング行くぞってこう相手が我慢してる時にもう1歩ずれるって、そういうイメージですね。はい、でその時にボールをこうブンとやるとより多く飛べますので意識してやってみてください。はい、こういうイメージですね面白いですね。はい、ということで、まあ、ちょっと少しの動画だったんですけれども、まあ、やってみようシリーズは特にはないですね。まあ、ちょっとこれでぜひぜひ皆さんもやってみてください。はい、ということで今回の動画が、参考になったなと思われる皆さんはぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた会いましょう。以上です。